ロトムの歩き方わちゃわちゃしてて可愛い。今日は古代ポケモンを使っていきます。一番上にいるムーマみたいなポケモン、これ実はムーマではなくて別のポケモンです。相手のパーティーエグドヒドイデアーマーガーの並びとカバルドン海流キノカスの強そうでイーユイっていう新純伝説ポケモンが入ってます。初手はボルチェン、オニビトリックでいろんなポケモンに対応できそうな水ロトムから入って、水ロトムだと相手のキノガスがめちゃくちゃきついんで、そこに対して強いモロバレルで、最後に相手のパーティーに存在する全てのポケモンを上から叩き潰していけそうなムーマ、いや羽ばたく神の3匹選出でいきます。対戦よろしくお願いします。コメント、最近のポケモンネタ切れ感が否めん。まあ古代とか未来って考え好きやけど、ネタ切れしてるかどうかはわからんけど、古代未来とかフォルムが違うけど同じ名前のポケモンとか、昔ポケモンやってたけど最近はやってないよ勢のために、昔やってた勢が知ってそうなポケモン、例えば今日使おうとしてるムーマとか、まあ、ハリテアマとかもそうですよ。そこら辺のポケモンにインパクト与えて昔のユーザーを引き戻そうとするマスダの策略なんだよね。来たらデメキン野郎。デメキン野郎は特性でこっちの特防を下げて悪の波動を連打してくるだけの、一見金魚だけどただのチンパンポケモン。てか危な、ひるんだらやばかった。EU はだいたいこだわりスカーフを持ってるんだけど、まあ、ロトムより先に動いてたんで持ち物こだわりスカーフは確定で、悪の波動打ってきた。満を持して羽ばたく神を投げます。で、羽ばたく神色違いなんすよ、そういえば。で、持ち物ブーストエナジーを持たせてるんで、これで素早さを上げていくと。で、羽ばたく神は特殊方面の種族値がいかれてて、まあ、EU 特殊アタッカーなんでね、起点にできると思います。で、素早さも上がってるんで素早さ関係逆転してて、で、悪の波動がゴーストフェアリータイプには等倍なんだけど、こいつ適当に捕まえてやる個体で、テラスタイプがフェアリーなんで、ここテラスタルしてフェアリータイプだけになってアクアゾを半減にしつつ迷走を積んでいくと。で、上から瞑想を打てるんで、悪の波動のひるみとかにも怯える必要がない。ここなんか、瞑想読みとかでアーバーガーとかに引いてくる可能性あるかなと思ってたけど。あー、詰めるのは、偉いっすね。ひょいー、特殊光と特防を上げていきます。でね、本当はネタ切れ新ポケモンを作れなくて、まあ、こういうムーマとかね、ハリテアマを古代未来化させてごまかしてる。だけなんだけど、深読み勢にそう勘違いさせるための策略の可能性もある。もうわかんねえな、これ。1個目で来てアーマーが出てくる。ま、さすがに瞑想の気になるの嫌った。あー、ここ、殴れたらな、よかったけど。ちょ、欲張ったかな、2瞑想。交代読むんだったら攻撃の方がよかったな。これ、アーマーがありたいしては、2回瞑想積んだマジカルフレームで飛ばせると思うんだけども、そのアーマー側がもうテラスタイプしてくる可能性があるんですよね。で、炎技を等倍以下で抑えてくる可能性があるんだけど、まあ、その場合ってムーンフォースが鋼弱点になってムーンフォース、あ、そうそうそう、ムーンフォースが消える場合が多いから、なんか意外とテラスタイプしにくいのかなと思って甘えてマジカルフレームを打ちましたが、通ってくれて OK です。で、カイリュこいつはさすがにテラスタイプしてくるくらい、海竜って、いや、めっちゃ鋼になってきそう。鋼になってきそう。いや、チンパン的に行くなら、とりあえずドラゴンタイプの海竜にはムーンフォース打ってきゃいいんだけど、これ海竜がテラスタイプして鋼になってくるとムーンフォース半減になるんで、耐えられるんだよね。2回瞑想積んでるとはいえ、海竜の耐久を考えると。俺、これケアした方がいいか。鋼テラスタルケアするんだったら、羽ばたく神はまだ取っとかないと。てか、こいつがいないと、相手のパーティーにいるこだわりスカーフイーユイがきつすぎるんで、炎技打たれてるだけで負けるから、イーユイに。って考えると、羽ばたく神は、まだ切れない。で、引くわ。鋼テラスタル一点読み、もろばれる下げ。まあ、カイリは多分、鋼が一番多くて、まあ、次に、普通にドラゴンタイプか飛行タイプで、まあ、あとはノーマルがたまにいるくらいの印象なんですけど、印象ってか、今のこの段階の時点ですでに対戦環境について、いや、鋼なんすよね。気持ちいい。完全に鋼一点読みで、バレルに下げて、牛舞はする余裕ないっしょ。ダイアンヘッド打ってくる。で、牛舞積んでない状態だから、まあ、モロバレルの耐久があればね、余裕で耐えて、で、ここキノコの奉仕でいいな。まあ、海竜は持ち物ラムのみの可能性がね、結構高いけど。まあ、ラムのみだったとしても、ラムのみ消費させた後にもう一回キノコの方針打ちゃいいだけなんで、牛舞してくる。だから、怖いのはアイアンヘッドの、まあ、30% ヒルミだけっすね。羽ばたく神の、神に関してなんだけど、神なのか、神なのか、ネモースの神か、髪の毛の神か、
まあ、最初はね、神聖なるネモス派閥もいたけど、今はもう髪の毛の方が多いよね。さすがにムーマに神聖なる神はね、つけすぎということで、まあ、おそらく髪の毛の方の神であるだろうと。アクセントちょっとおかしいな、神だの、神だの。もう一回眠らせていきます。あ、いや、ひるまないで。ひるまないで。さすがに、いや、弱っ。弱ってか、もろばれる。オッケーオッケー、硬いだけが。で、キノコの胞子打って、で、海流側に羽休みがあると、ちょっとめんどくさくなるんだけど、とりあえずイカ様で削っていきますか。イカ様は相手の攻撃力の実数値でダメージ計算を行うので、まあ、海流が竜の舞をして強くなればなるほどダメージが上がっていくと。ただ、海流は HP マックスの時受ける技のダメージが半減になるマルチスケールっていう特性を持ってるんで、まあ、最初は全然効かないけど、これ最速攻撃蹴った方がいいか。次のアイアンヘッドなんかギリ落ちそうじゃない？プラス1。モロバレルは一回手持ちに下げると、HP が回復する特性再生力を持ってるんですよね。まあ、一回引っ込めれば、まあ、次のアイアンヘッドも耐えるでしょうけど、最速攻撃されたとしても、いや、最速攻撃されてるし、これ耐えない ?4 分の1だったら。電気水に鋼4分の1だから。いや、完全に気持ちいい。完全に気持ちよくなってる、これ。全部を理解してるわ。すべてを。トリックって、竜の舞、ウォーフ。いや、これトリックよりさ、鬼火の方が良かったことはあるくない？あ、これ間違えたかもな。これトリック打ったせいで、ムーマが確実に、海竜の上取れなくなった。いや、海竜って、純速で育てた場合、一回竜舞してもムーマ抜けないんだけど、これでトリックでこだわりスカーフを与えたことで、ムーマより速くなっちゃったから、あれ？ちょっとトリックミスか？鬼火打つべきだったか？いや、でも、なんかもう一回竜舞されたらきついなと思って、トリック、いや、鬼火の方が良かった気するな。鬼火打ってバレルで詰めていく動きの方が、絶対、あ、間違えたか、これ。アイアンヘッド、まあ、ひるまなかったらいけるわ。キノコの方針って。やばい、怪しい、2体する。いや、2体、あーあああああく、苦しいよあ、まずい。いや、鬼、いや、まずい。いや、ここ耐えて、ひるまなかったら、まあ、別にオッケーだから、まあ、危ね。ちょ、動け。いやあ、オッケーオッケーオッケー、取り返した取り返した。多分ミスったけどカバーした。でもそのミスの前にちゃんとテラスタイプ鋼海流読んで動けてたから。まあ、そこはちょっと褒めてほしいっすね。どうしても自分を褒めていきたい方向に持っていく。で、寝てる。ただこれ海流に最速を着されたらどっちにしろきついっすよ。これイカ様で落ちない？いや、落ちねえよなぁ。いや、さっき最速を着してたからここ最速を着しないでほしいわ。頼む。頼む。よし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 。寝てるんだったら、いや、勝ったっぽいけどね。いや、勝ったかは分かんないのか。相手の EU がこだわりスカーフで、まあ、初手のムーマと EU の対面は、ムーマがブーストエナジーを発動してたから、EU の上取れただけだって、まあ、多分ここから炎技打ってくるから、大文字かわさないかな。炎技は、特防が下がった状態のムーマが、はい、あ、火炎放射だったら耐えそうなんだけど、特防が下がった状態のムーマが、EU の火炎放射を、まあ、耐えるかどうかなんだけど、一応ね、さっきも言ったけど、こいつ特防方面の種族士が行かれてるから、耐えてくれそうでは、まあ、あるんだけど、耐久無ぶりとは言え、特防種族士135だからね。耐久の種族値って100あれば高いって言われてるんですよ。それ135もありゃな、勾配の特殊技で死ぬことないっすわ。あぶね。あ、でもこれ逆に急所はこれ有効だ。いや、有効なわけないか。テラスタイプしてムーンフォー打ってて、ムーモの特攻取得値135だよ。全然喋れてない。ちょっと気持ちよくなりすぎて全然喋れてない。対戦ありがとうございました。バロリより先にウミディグダアイコンにしてたのに、これからはバロリキッズだと思われながら生きていかなきゃいけないのきついわ。気にしすぎやろ。逆でいくわ。今度から、君が僕のパパになってください。君が僕のパパ、僕がキッズだということにして生きていくわ。よろしくお願いします。てか、ウミディグダアイコンを使ってる、この世に存在するポケモンユーザーのすべて、これから僕の父親として、よろしくお願いします。まあ、そのうちアイコン変わってる可能性あるけどね。ウミディグダ仮置きしてるだけだから。ってことで対戦していきますか。相手のパーティーが、まあ、パルシェン、ミミッキュ、カイリュー、ウルガモス、まあ、ハリケヤマもそうか。っていう強力な積み技を持つポケモンがかなり存在してて、まあ、多分元トカゲの尻尾切りで、まあ、裏の積みポケモンに繋いで、
まあ、積み技を積んで全力してくるみたいな、まあ、パーティーだと思うんですよ。ので、元トカゲノーマルドラゴンタイプなんで、まあ、そこに対して強く出れる、フェアリータイプの羽ばたく神から入って、まあ、積み技ってね、まあ、素早さとか上げる技が多いんですけど、まあ、素早さを上げたところで、絶対に届かない速度があるってことを教えるための新速ルカリオ。残りは、相手のミミッキュがちょっと辛いかもしんないから、まあ、ミミッキュに対して強いと思ってるモロバレルの3匹進出でいきます。対戦よろしくします。このタイミングで言うことでもないかもしれないですけど、ちょっと今日鼻水が出てまして、ポケモンが面白すぎることによる連日の無理と、最近寒くなってきて気候の変化があったことで、だるいとかはないけど、ちょっと鼻水がね、すすれー音が入るかもしれないです。で、このタイミングはね、まあ、さっきも言ったけど、元トカゲ、ゴコライドンとミライドンの劣化みたいなポケモン、ドラゴンタイプ入ってるんで、まあ、気合のが好きとかだったらあれだけど、カナチョロって名前、元トカゲね、尻尾切りがね、まあ、多分一番疲れそうな技なんだけど、尻尾切りは HP 半分ないと、が引っ込めてきたんだけど、半分ないと打てないんで、とりあえずムーンフォース打ってきゃいいかなと、ドラゴンタイプからドラゴンタイプに引いてきてさ、いや、これ匂うなこれさすがにさ、あ、弱点保険っぽいな。え、これに、より匂うなこれさ、一見さ、ムーマに不利な、あ、ムーマじゃない、羽ばたく神に不利な、ドラゴンタイプの怪獣投げといてさ、これ、鋼タイプになってくるでしょ、絶対。じゃないと、ムーホムーホで死ぬもん。これ、鋼タイプテラスタルなる読み、一点読みマジカルフレーム。もう出し方がね、ここまで露骨だと、まあ、さすがにね、怪しいですね。怪で言って本当に鋼テラスタルタイプが、まあ、多いんだ。なんでこんなに多いんだ。なんか流行る理由あんのかな、僕使ってないっすけどね。僕使って、おいおいおい、その怪獣ムーンフォー撃たれたら死んでたんだが、え、これそういうこと、ムーンフォースに対して怪獣投げてきて弱点保険発動させて、いや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 、鋼タイプになるっしょさすがにってこっち側に思わせといて変な技撃たらせて、ちょっとアンコールで縛られたんだけど、相手上手すぎだろ、この環境のなんて先行ってんだよ、上手すぎだろ、一手しか先に行ってない俺とは違ってさ、エーミール。いや、なんかしかも、我々のにウルガモさ、合わせられたし。なんか、10歩ぐらい先行かれてんだけど。いや、これきっつ。ウルガモスがラムの実だったら、まあ、別にラム発動される前提でもキノコの報酬でいいんだけども、まあ、結局ルカリオの新速で取れるかどうかだからね。で、ルカリオの新速で、でウルガモスが取れなく、てかテラスタイプしてきた。あ、炎か、危ねえ。これ、鋼とかだったら終わってた。新速半減にする。ウルガモスが、気合のタスキの可能性が、稀にあるんですよ。で、その場合、ルカリオの新速で、ウルガモス取れなくなるんで、まあ、ここはタスキケアで、キノコの奉仕じゃなくて、ヘドロ爆弾から入っていきます。で、蝶の舞から入ってきたんで、まあ、キノコの奉仕がね、メジャーなキノコポケモン、モロバレルに対して。ってことは、ラムの実の発音がうまく言えないです。ラムの実の可能性が高いけど、まあ、あんま関係ないんでね、ダイモンジー当てられる。俺はさすがにモロバレルの耐久はいくら高いとはいえ弱点だしね。炎照らしたらだし、超倍されてるし。まあ、死んでよ。おちんちん。ルカリオを投げて、まあ、気合の助けあるんで、相手のウルガモスの攻撃は無理くり耐えることができるんですけど、ルカリオのテラスタイプね、今、鋼と、ノーマルは結構がっつり試したんだけど、まあ、やっぱ先制技の威力上げれる、バレットパンチの威力上げれる、まあ、鋼か、まあ、新作の技の威力上げれるノーマルは結構使用感がいいっすね。ただ、鋼の場合は、まあ、バレパンの技の通りがいいとはいえ、バレパンの威力自体がね、テラスタルしてるとはいえ、ちょっと低いんで、まあ、基本的には、気合のタスキじゃなくて命の玉みたいなバフかかるアイテムを持たせてじゃないと運用しにくいんだけど、これちなみに飛ぶよ。そのが、あれ引っ込めてきた。引っ込めてきて、海流かな、元トカゲ。いや、元トカゲもね、見た目弱そうだから多分飛ぶけどね。はぁ、これでノーマルになって、まあ、新速って先制技の威力の中でも、ぶっちぎりで高い、まあ、威力が高い技なんだけど、まあ、さらにノーマルテラスタルすることで、まあ、タイプ1で打てるようになるっていうね。あんま新速をね、タイプ1で打てるポケモンいないから、アルセウスとかぐらいじゃない。おら、え、肩こいつ。あれこいつ。あ、こいつ新速ワンパンじゃないんだ。あ、まあでも新速で結局、え、こいつ硬くない？
そんな数値高いの？え、元トカゲってもしかして進化の奇跡対応するみたいなことある？コライドンとミライドンのさ、劣化ポケモンみたいな見た目だから、え、こいつ進化の奇跡対応するみたいなデータないよね。で、海竜出てきて、まあ、海竜の素早さ続くしね、80、ルカリオ90、まあ、海竜も同じ神速使いですけど、まあ、同じ神速使いだった場合ね、早い方が先に動くんで、うえぇービシバシビシバシ。いや、これは気持ちいいっすね。ちょっとね、呼び外されましたけど、研磨してルカリオで神速するだけのゲーム始まったから。まあ、あと、ウルガモスがね、大文字の焼けろと、あと炎の体にちょっと、まあ、恐れてたんだけど、うまいこと言ってね、まあ、よかったっすわ。ってことで、今日は、ムーマの古代ポケモンである、羽ばたく神を使って対戦してみました。フェアリータイプなのに、炎技を自分で覚えるんで、フェアリーと炎ってめっちゃ技範囲広いんですよ。一戦目みたいに、鋼に弱点つける、炎と、もともと通りがいいけど、鋼に弱いフェアリーで補完が取れてるんで、使いやすかったですね。よかったらチャンネル登録、高評価、動画にコメントしてくれると次の動画で使うかもしれないので、ぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。